ダンケルクはフランス海軍が第二次世界大戦で運用した戦艦。列強各国からは巡洋戦艦とみなされることもある。ダンケルクはフランスが1932年12月から1937年5月にかけて建造した高速戦艦でダンケルク級戦艦のネームシップ。フランス公式の分類は戦列艦。艦名は同国の港湾都市ダンケルクにちなむ。 姉妹艦はストラスブール。1939年9月以降の第二次世界大戦初戦においてダンケルク級は襲撃部隊に所属していた。イギリス海軍の艦艇とともに大西洋での戦団護衛任務やドイツ海軍の通称破壊艦に対する警戒任務に従事した。11月下旬、本艦は巡洋戦艦フットを率いて北海に進出し、 シャルンホルスト級戦艦やポケット戦艦を捜索した。1940年6月下旬のフランス降伏とビシー政権発足時、本艦を含む襲撃部隊の大部分はメルス、エルケ・ビールに停泊していた。イギリスはフランス艦隊が数軸国に接収されるのを防ぐため、7月3日に巡洋戦艦フットと空母アークロイヤルを主力とする H 部隊で、 フランス艦隊を攻撃した。このメルセルケビール海戦とレバー作戦において、ダンケルクは艦砲射撃と空襲により損傷し、着底する。不要修理後、1942年2月にトゥーロンに戻った。同地で待機中の11月27日、ドイツ軍による旅客を防ぐために自沈した。ワシントン海軍軍縮条約締結後のフランス海軍は、 巡洋艦や駆逐艦などの建造に尽力し、新世代戦艦や航空母艦の建造を控えていた。1932年になり、ようやく新世代戦艦を建造することにした。これが本級である。折しもドイツのバイマル共和国軍がドイッチランと急走交艦を完成させた。本級建造の背景にはドイツ新鋭艦に対抗する意味合いもあり、すべての点で、 ポケット戦艦ドイッチュラントを凌駕していた。ダンケルクは1932年12月24日にブレスト海軍交渉で寄港し、1935年10月2日に浸水した。カンドックの制約により艦隊すべてを建造することができず、エノン造船所に栄光してから艦首を建造した。1936年に公焼を行い、1937年5月1日に、 収益した。同時代の戦艦と比べ、主砲2機と副砲の一部を4連装砲塔に収めたことで軽量化に成功し、その浮いた重量分の強化に当て、かつ主砲塔2機を完全部に集中配置としたことで、バイタルパートも短縮化できた。防御構造も新規軸のものを採用している。15インチ砲や16インチ砲を搭載した列強各国の新世代戦艦と比較すると、 放火力で見劣りするが、防御力と速力に関しては、申し分なく、本級は、シャルンホルスト級戦艦に匹敵する、高速戦艦であった。設計は13インチ砲を4連装砲塔にまとめ、その手法を2機を完全砲に配置している。海軍休日時代に進行した条約型戦艦の、ネルソン級と同じく、非常に革新的な手法配置を採用していた。 4連装砲塔は、ノルマンディー級より続く、ダンケルク級やリシュリュー級といった、フランス新戦艦の外見上の大きな特徴であった。なお本級に似た外観を持つイギリス海軍のネルソン級2隻は、16インチ3連装砲塔3機を、艦首側艦艦に集中的に配置する、強力な戦艦であった。その一方で三番砲塔の社会、23ノットという、 低速や相関性能の悪さなどの問題点もあった。収益直後の1937年5月20日、イギリスのスピットヘッドで開催された、ジョージ6世大艦記念館艦式に参加、ホスト国のネルソン級戦艦や巡洋戦艦、フットド,ドイツ海軍のポケット戦艦アドミラルグラーフ、主兵日本海軍の従順足柄などと顔を合わせている。その後は、訓練と、 大西洋や地中海での紹介任務に従事した。ヨーロッパでナチスドイツが躍進する中、本館は姉妹館、ストラスブールなどとともに幾度かイギリス各地を訪問し、イギリス海軍と交流を深めている。1939年9月から始まった第二次世界大戦初期、いわゆるマやかし戦争において、ダンケルク急戦艦は、 長大な後続性能を生かして連合国側の戦団護衛任務に従事した。ドイツ海軍は連合国軍のシーレーンラ乱を狙って通称破壊艦を大西洋に放った。フランス海軍はダンケルク急戦艦やクーボベアルン及び軽巡洋艦や大型駆逐艦で襲撃部隊を編成していた。襲撃部隊はイギリス海軍とともに ポケット戦艦アドミラルグラーフシュペイの追撃戦に参加した。同年11月23日、フェロー諸島沖海戦で英海軍の補助巡洋艦ラワールピンディがドイツ海軍の高速戦艦2隻に撃沈された。沈没寸前のラワルピンディも救援に駆けつけた英海軍の軽巡洋艦入荷するも敵艦をポケット戦艦のドイツチラントと誤認報告してしまう。 イギリス海軍は本国艦隊を出撃させるとともに、イギリス本土のデボンポートにいた襲撃部隊にも出撃を命じた。イギリス国民の誇りと謳われた巡洋戦艦フットを指揮下に入れたダンケルクはドイツ通称破壊艦の捜索と追撃戦に参加する。アイスランド南方やフェロー諸島方面を警戒したが、シャルンホルスト級2隻は連合軍包囲網をくぐり抜けて、 ドイツ本国に戻っていた。1940年4月初頭、ドイツ軍のベーザー演習作戦により、ノルウェーの戦いが始まり、フランス艦隊も出撃準備を行う。だが、同時期にイタリア王国参戦の可能性が高くなり、同月末までにダンケルク級を含む襲撃部隊は、北アフリカのアルジェリアに移動した。イタリアが参戦した場合、 フランス海軍が地中海の西側を担当し、アレクサンドリアを拠点とするイギリス海軍の地中海艦隊が東半分を受け持つ。ダンケルクとストラスブールはアルジェリアのメルス、エルケビールでトップ入りし、整備を行った。5月以降のドイツ軍海進撃により、連合国軍は西部戦線で大敗した。6月10日、イタリア王国が 数軸側に立って連合国に戦線を布告し、地中海戦域は一気に緊迫化した。フランス海軍はバード作戦を発動し、巡洋艦部隊でイタリア北西部のジェノバ軍港を砲撃した。この作戦にダンケルク級は参加していない。6月22日に独仏急戦協定が24日にフランスとイタリア間でビラインチーサ急戦協定が結ばれて、 フランスは事実上降伏する。さらに、BC 政権が成立すると、イギリスは、これらのフランス艦艇が、ナチスドイツに接収されるのではないかと懸念した。7月3日、イギリス軍は、フランス艦隊を無力化するため、カタパルト作戦を発動し、ジブラルタルを拠点に行動する H 部隊が、メルセルケビール沖合に集結する。H 部隊司令官ジェームズ・サマビル中将の機関は、 かつて、ダンケルクと共に、シャルンホルスト級を追跡した、A 巡洋戦艦フットであった。メルセルケビールには、新型戦艦2隻、プロバンス級戦艦2隻、水上規模艦コマンダンテストなどが停泊していた。H 部隊は、フランス艦隊に降伏もしくは自陣を促すと共に、空母アークロイヤルのソードフィッシュが嫌いを投下した。有国になり、先端が切られ、H 部隊は、 郊外から砲撃を開始する。フランス艦隊も撃ち返した。15インチ砲4発が命中したダンケルクは、中破し、沈没を避けるため故意に浅瀬に座礁させられた。戦艦プロバンスも被弾して着艇し、戦艦ブルターニュは爆沈した。ストラスブールと大型駆逐艦5隻は、脱出に成功し、トゥーロンにたどり着いた。7月6日、H 部隊は、 アークロイヤル搭載機による空襲を行う。ソードフィッシュの攻撃で小回転がひかみなり、その搭載爆雷の誘爆でダンケルクは一層の被害を受けた。一連の戦闘による本館の戦死者は200名を超えたという。後日、ダンケルクは浸水を排水し、不要に成功した。1942年2月下旬になって地中海を横断し、 トゥーロンへ帰還した。トゥーロンでカンドックに入居し、本格的修理が始まった。11月8日、連合国軍は、統治作戦により、モロッコとアルジェリアに上陸し、カサブランカ沖海戦で、フランス艦隊が大損害を受ける。フランス海軍総司令官、フランソワ・ダルラン大将は、トゥーロンのフランス艦隊に自由フランス軍への合流を、命じたが、同地のドラボルテ大将は、 出港を拒否した。11月27日、ドイツ陸軍がアントン作戦により、トゥーロンに侵攻してきた。ダンケルク級2隻は、コマンダンテストなどと共に自陳処理が行われた。ダンケルクの艦長は当初自陳を拒否したが、ケージュンラガリソニエールの艦長に説得され自陳を受け入れた。その後、トゥーロンは U ボートの基地として利用され、連合国軍は、 空爆を行った。1944年8月6日、連合国軍はドラグルーン作戦を発動して南フランスに進行した。8月15日からはトゥーロンの戦いが始まる。この作戦時、ドイツ軍はダンケルク級の司法等を利用して汚染したという。連合軍がトゥーロンを占領した時、ダンケルクは残骸になっていた。第二次世界大戦終了とともに、 解体処分された。ありがとうございます。